あそこから見るとまっすぐに来るとここに門があって、はい、この入り母屋の家があってなんかバランス取れるんですよね、はい、それを考えるとね、いい配置じゃないですか、うん、あっちから見るとのうちあそこね、あの小屋あるでしょ、はい、あそこは風呂場なんですよ、あのブロック作りは風呂場、それが決壊しなかったの、はい、決壊しないってことはこの渦がなんぼ丈夫な渦だったか分かるでしょ、はい、それで私が避難所からこの片付けに来てって時、はい、ある時雨が降ってきたのね、はい、雨が降ってきたんで今度この雨宿りするとこないのね、はい、車で来たんだよね、自転車で来たんだからさ、はい、それで今ではダメだなと思って急遽なんか廃材この辺ね、その頃まだ瓦礫がいっぱいあったから、これを利用してあの住まいつが雨宿りを、はい、小屋を作ったんですよ、うん、あの小屋の上には、ええ、顔が2つ あれも私のねなんかお守りっつうかね、はい、じいちゃんとおばあちゃんで見えるでしょあれ、うん、あじゃあおじいちゃんとおばあちゃんをあれ七福神の、そうそう七福神っていう感じで私は飾ってたやつが、うん、瓦礫の上から見つけたんですよ、うん、それであそこに漠然としてあそこへあれすごい印象的ですよね印象的でしょ、はい、ねなんかね見られてる気がします、うんそして下の台もなんか素朴な台でしょ、はい、あれ昔の何がね機械の台なような気がするんだけどね、私あれも俺のものなんだけども、骸骨だのクジラの骨だのったら仙台市内の人だとびっくらすっぺなやなんか興味深いものがなんか一個ずつすごいたくさんあるんですけど、うん、あるねあるねえ、あれは本当に亀なんですか？うん、亀の頭ですよ。その下は？下はクジラの骨。今回震災後に見つけた。震災後に海で拾ってきたやつ。あの亀の頭も海から、うん、8月頃かな。はい。私海が過ぎて、はい、ね、船乗りしたもんだから、はい、それで海さしょっちゅう行くんですよ。はあ。お父さんは震災後、あ、震災の時は、うん、あれなんですか、中野省に避難されたんですか？いや、避難したのは俺はあの JFA の工場の中ですよ。あ、そうですか、うん、ちょうど俺は電気炉っていうとこで仕事したもんで、はい、3回さ避難して、はい、そしてあの会社は600人ほど働いてからね、はい、それで200人単位で3箇所さ避難したんですよ、はい、だけども次の日になったら600人のうちで20人ぐらい亡くなっていたらしいよね。そうですか、うん、次の日にはお父さんはここの自分の家に戻ってきたんですか？いや、もうあそこから見たらもう自分の家ないもの、はい、そして中野小学校が避難所だって言ってからそこまで瓦礫の中を安全靴を履いて泥だらけになって避難所まで行ったらば母ちゃんがちょうどいて、はい、うん、そういう感じで、それで一回自衛隊のヘリで避難して、うん、その時俺息子も同じ会社にいたもんだから、はい、俺の母ちゃんは息子の名前を呼んで、はい、俺の息子の誰それがまだ帰ってこないとこさ行ったんだべと心配してるわけさ、はい、その晩に同じ会社で同じ避難所に避難したったから、会社で大丈夫だ今来るから大丈夫だで言って、かちゃんばさっき来たかちゃんばなだめで、ほんでも心配なんでしょう、自分の息子だからそういう感じだったね。じゃあお父さんはいつからこういうふうに自分の家に戻ってきていろいろ片付けとか？これはもう1週間ぐらい経ってからかな、そのバス通りが自衛隊で瓦礫撤去した後使って来らんないもの、自転車でも自転車も入らないかったからね。で自衛隊さんがこのバス道路を瓦礫撤去したらば自転車が通れるようになったんで、でそのここで来るのにも警察官が、うん、制限して、だけども
自分の財布だって言ったらば通してもらって来て、そういう感じですよ。それから避難所から、うん、しょっちゅう通って1時間かかって来てね、こういうみんなアズベルだってもう瓦礫の中だからね、アズベルだって大変なんだよね。本当にすごい量がありましたよね当時は。うん、そんでも私の家はねあんまり瓦礫っていうのはなかったの、みんなつながりだから、はい、だってここ一番早く波が来たもの、ね、ここは綺麗になったよ、うん、みんな波に流さって、うん、じゃあ遠く離れたところにみんなあっちさ流れ着いたわね、うん、それ最初見つけた時はどう思われたんですか。私はだってあの津波見たらばもう宇治なんか流されてるのも当然でしょ、ならあんまり気にはしなかったね、はい、それで何かっていうとあえて言うならば宇治さね保険かけたがどうだかっていうのは一番頭先だね、はい、でね、ちょうどね JA の火災保険張りじゃなく、はい、あのなんかこの地震津波でも降りる保険さ入ってやろうね。あ、そうですか。うん、それを確認したからもうなんとかね生きがいができたっていう感じだね。大変ですね。だって、うん、火災保険だけであと津波保険かけてなかったらお金降りなかったら大変でしょ。そうですよね、うん、この家何千万かけてさね作ってさ、うん、まああんまりローンってのはなかったからいいようなもの、うん、それで少しずつたまたま見つけたお父さんのものを、うん、あの少しずつあの置いてったんですよね、こういうふうに、うん、そういう、うん、復元したつが、うんうん、ああ、うん、申し訳ない。だってね俺の字を自分っていうのはあれだけども100年は持つよって俺自信たっぷりだったんだよ。柱なんかもすごく太い柱でさ、はい、うん、だって土台だってこれちょうど私は色塗って焼けてもこれね全然傷んでないでしょ、うんうん、ね、これも別に業者で頼んで機械でこうやったわけじゃないから自分でもう土台は土台で外したんだから綺麗になってるんですよこれ。だってガレ業者さんにも、うん、ボランティアの人にも、うん、お願いしないでお父さん一人で全部やったんですよね。しないよ、うん、私はそういうのあんまり過ぎてないから自分で建てたのは自分でね直すって感じの考えの持ち主だから。このあっちにもこの水の中にボールを別に意味ないですよ。その辺に植木にした水かけとけ、はい、ちょうどいいんじゃないかって感じでハハ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 ハ全部にあるから水かけやすいようにこれ音も出るしね、退屈しないんですよ。いいですよね。なんかねそういう音までもね、だって自分の位置ってことは強いね。これ酒屋さん入ってたらできないよすごい子供たちにも人気です。あ、やっぱり。いたずらしちゃうだよ。